森の生態系を見ると森の生物たちのいろんなこう生かし合いの関係性、そこからいろんなヒントをパーマカルチャーもらってる。森がどういうふうに設計されてるか、どういう仕組みで機能してるか、まあ、機能っちゃすごい表面的な言葉なんだけど、どういう仕組みで成り立ってるかっていうのを観察することによって理解して、でそれと同じ同じ仕組みっていうかその設計をこう人工的に作る、まあ、生態系システムっていうのに取り入れる。森の知恵を今度僕らの生活の設計に生かすっていう、ほとんどその有機物天然素材で窯が作れる。土と水と砂と藁、もみ殻、そんな材料で、その辺にあるお金がかかんない材料で一緒にこねこねして作ってできたものがものすごく機能的でエネルギー効率も良くて、でたまたまめちゃくちゃ美味しいものがいっぱい湧き出てくる。ただ材料買ってボンと置いとけばみんなこねたいし、みんなトッピング切りたいし、火も起こしたいし、窯があって買い物行く人がいればただ材料置くだけで勝手に100人が美味しいものを作って食べさせてくれる。で子供たちがね、すぐできるようになって、子供たちが大人にご飯を作るっていう、そういう流れになってくるのも結構独特、窯の世界だよね。火と土と水と空気、この総合作用で人がこう集まって、あったかく心がこう豊かになって、お腹が豊かになって、そうで向こうが入り口で、向こうから参道だよね、入ってきて、でみんなでここは幸せになるっていうね最高の場所だよね。土と砂を混ぜてサンプルを作ってる、まあ、各地の土と砂が違うから、簡単なレシピ、これ耐火層という砂で型を作って、濡れてる新聞紙を敷いてその上に塗る耐火の層、直接に火が当たる層、そう一番大事のは割れないことか、ね、これはね、スサ、これから土に混ぜるスサ稲をカットしたんです。さっきこのスサを入れると土が強くなるっていう日本人の知恵ですよね。ピザ焼いてる時はいいんだけど、ガンガン炊いてるじゃん。でもこれパン焼き窯だから、火落としてで窯冷まして250度ぐらい安定させて、それでどれだけ何回パン焼けるかっていう勝負。200度切っちゃうともうパン焼けないじゃん。270ぐらいから200の間の期間をどれだけ長くできるか。で3回ぐらい焼いて出して焼いて出して焼いて出してって言ったらかなりいっぱいパン焼けるで、それはパンじゃん、200切ると。それからクッキーとかもうちょっと低温で焼けるものがいっぱいあるじゃん。で180度とか150度切るとまた誰でも肉料理とかさ、いろいろ焼けるじゃん。1のエネルギーですごい役割、何倍の役割、どうやって物をエネルギーを保管することによって、であとその利用法をクリエイティブに考えることによってエネルギー効率を増やしていく。全体をちょっと上げて、もうちょっとこんな感じ。これこそこの木がこれ以上下がんないからね、この辺だよね。なんかなんですか、お祭りかな、なんかみんなでピタ窯を囲んで、そのみんなで好きなこの具材をそこら辺から取って乗せてっていう、なんか一体感がすごく、なんですかね、お腹ももちろん満たされますし、なんか感覚がこう満たされるっていう、なんか感じが僕良かったので。みんなの納得が必要です。難しい難しい、前に進むには。楽しそう、この顔楽しそう。ちょっとブロック状にしてみて、
それでブロックとブロックをくっつけていく感じで、でも全部一体化すると、もしひびが入った時にこうキューってひびが入っちゃうと全部がワンピースになっちゃってるから、あの強度がちょっと変わっちゃう。みんな同じぐらい頑張ってるから、それがキュッてドームになってる感じ。重力っていうものと戦ってるんじゃなくて、それをうまい具合に利用して強度を作ってるっていう。いつの間に来たんじゃん。人がたくさん集まる機会が多いもんですから、そういうみんなの場にアースオーブを、ただね、食べ物がドンって出てきてみんなで食べるよりも全然やっぱりね、楽しさが違うなと思いますね。いきなり関係が近くなりますもんね。自分の食べるものを作って、自分の環境を整えて、人とつながってみんなでね、笑顔で暮らしていくっていうのがね、一番いいじゃないですか。じゃあ、次探したい。これから砂をこの中に入れる。いったり。でもこうやってなんかワークショップで時間がかかっていくのも、今回2日間だけど、なんか何日もかかってみんなで作っていくっていうことがね、それ自体がすごく豊か。切れカットで。ああ、もうみんなでお酒を飲んでピザを食べ、朝はコーヒーとパンみたいな。幸せですよ。やっぱり集うところの中心であってほしいっていうか、これ美味しいものを食べるっていうのはすごく大事だし、みんながニコニコなるし、でじゃあお腹満たされてそろそろ森行こうかとかでもいいし、ただ単に食べに来て、なんか隣見たら面白そうな森がある、だから森があるなんて知らなくてここに来た人たちがまたいてもいいと思うし、そう、食べるっていう切り口の一つの入り口ができるのかなと思う。やっぱ楽しいこと実験をどんどんしていこうよっていう中にあって、でそこをやっぱり楽しいこと実験してるとどんどん人って集まるよね。これが蒸気の煙突、日本初、日本初チャレンジです。土が飛ばないように気をつけてね、下ろすときに。だ、本当フィルが言ってくれたように、こういうところからスタートするの大事だよね。いきなりデザインして。庭を作っていくんじゃなくてっていうのはすごいありがたいっていうか、すごい学んだよね。